上司にしたい武将ナンバーワン立花道雪。数々の逸話に見る名将ぶりとは。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは立花道雪について紹介していこうと思います。戦国の雷神として名高い立花道雪ですが、その強さといい人間の器といい、歴史ファンの間では上司にしたい武将ナンバーワンという声があるほどです。道雪は主家の大友氏が盛んな時も、勢いが振るわなくなった時も、忠節を尽くして支え続けました。家臣たちもまたそんな彼を慕い、命を捨てることすら惜しまず戦ったそうです。そこに道雪の強さの秘密があったのかもしれません。そこで今回は、単に羅列で解説するだけでなく、数々の逸話をご紹介して道雪の人物像を探っていきたいと思います。初陣で大勝利、華麗な戦歴のスタートを切る。道雪は1513年に大友氏の所流である別鬼家に生まれました。重臣筋であるものの、所領を失うなど家運は大きく傾いていたといいます。また母を早くに亡くし、父の近家は病弱だったため、家の勢いはますます振るわないままでした。道雪は幼名を八幡丸といい、14歳にして初陣を迎えます。1526年、大内氏の調略を受けた豊前の国衆が反旗を翻し、馬ヶ岳城を占拠。大友義明は別鬼近家に対して討伐を命じました。この城はかつて八幡丸の曽祖父にあたる近定が大内軍に攻められて自害した因縁の場所でもあったのです。この戦いで功績を挙げれば、傾いた家の運も取り戻せるはずでした。ところが肝心の当主近家は病に伏せっていて、出陣できそうにありません。そこで少年だった八幡丸は自らが総大将になることを進言し、父に認められたのです。初めて軍勢を率いるも、八幡丸の態度は堂々としています。糸ひおどしの鎧に水色の房を下げ、白星の兜に八層の前差し物を指していました。別鬼家に代々伝わる尻座屋の太刀を履き、別鬼黒と名付けた名馬に金の門をあしらった鞍を置き、落ち着き払って静かに馬を進めました。八幡丸が率いるのは2000の兵、片や敵は5000を越すという大軍です。ましてや馬ヶ岳城は峻険な山城ですから、どれほど戦慣れした大将でも攻めあぐねることは間違いありません。まず敵に悟られぬよう野員に紛れて兵を潜ませ、城門付近を取り囲みました。そして八幡丸の下知とともに一斉に城内へなだれ込んだのです。寝入っていた城方は混乱し、反撃どころではありません。やがて二の丸を抜けて本丸へ殺到した別鬼勢は、ついに敵を降参させたのです。八幡丸の武勇は近隣に鳴り響き、やがて別鬼家も重臣へと昇進しました。八幡丸は主君義明から一字を拝領して秋面と名乗るのです。こうして道雪は人生のスタートを大勝利によって飾りました。この直後に父が亡くなり、秋面は別鬼家の家督を継いだのです。ここからは馴染みが深い道雪で統一して呼んでいきましょう。道雪の雷神伝説と雷霧。大友氏の重臣として頭角を現した道雪ですが、その後も肥後国衆や秋月文胤の反乱鎮圧で大活躍しています。この頃のエピソードとして最も有名なものが雷神伝説ではないでしょうか。道雪が35歳くらいの時、木陰の下で休んでいると急に空が曇ってきて、激しい雷雨に見舞われました。やがて道雪のもとへ雷が近づいてきて頭上に落ちかかります。
すると道雪は枕元に立てかけていた千鳥の太刀を抜き合わせ、雷をズバッと切ってしまったのです。今で言えば刀に雷が落ちたということでしょうか。雷に打たれながら助かるだけでもすごいのですが、やがてその時の逸話は後日談として伝わります。道雪殿は雷神を切ったのだ、勇ましいことこの上ないと称賛されることになりました。彼自身は半身不随になるものの、この事件以来千鳥は雷切りと名を変え、家宝として伝わったのです。この話は大友荒廃記に書かれており、江戸時代特有の創作かと思いきや、実はそうでもないようです。大友氏重臣だった佐伯氏の家人が書いたもので、かなり信憑性は高いとのこと。とはいえ道雪が半身不随となり輿に乗って指揮をしたということはなかったようです。その後も道雪は馬で戦場をかけたり、槍で敵を幾人も討ち取っていますので、おそらく一時的なしびれや不具合はあったのでしょうが、心身ともに眼見そのものだったわけです。ちなみに彼が輿に乗って戦場へ赴くのは60歳を超えた老齢になってからでした。余談ですが、雷切りは長い太刀ではなく脇差しでした。やがて道雪の養子となった宗茂にも受け継がれ、以後柳川藩に代々伝わっていきます。江戸時代中期の延宝年間において、この刀の価値は1000関門という折り紙がついたといいます。ちなみに現在の価値に直せば1億5000万円ほどでしょうか。雷切りは現在柳川城内にある立花家資料館で所蔵されており、昭和の初め頃には落雷によるものでしょうか、刀に焼けた跡が残っていたそうです。大友氏の行く末を案じて義父を討伐する。1550年になると大友二階崩れの変が起こります。大友義明が嫡男義重を廃嫡にし、三男の塩一丸に後を継がせようとした事件です。結果的に反対派の家臣によって義明と塩一丸が殺され、義重が家督を継ぐことになるのですが、この混乱を鎮めたのが道雪でした。道雪の妻の父は塩一丸派の仁田親真でしたが、事件とともに行方をくらませました。道雪は親真の討伐を自ら志願したのです。この辺りの動きは道雪が筋目を重んじる人物だったことにあります。義明と義重が疎遠だったとはいえ、家督を塩一丸に継がせることは家中の混乱を引き起こすものでした。ましてや大友当主が討たれたとなれば、大内氏はじめ敵対勢力が一斉に蜂起することでしょう。スムーズに義重が家督を継ぎ、政権交代を迅速に成し遂げることが混乱を鎮める唯一の方策だと考えたのです。娘婿である道雪との戦いを避けた親真は阿蘇氏を頼って肥後へ落ちていきますが、その地で誅殺されたといいます。一方義重の叔父である菊池義武が動き出していました。義武は大友一族であるものの、野心を起こして独立を画策し、大友氏の混乱に乗じて肥後を奪い取ろうとしたのです。ここでも活躍したのが道雪でした。1553年に大軍を率いて肥後へ攻め入ると、熊本城を攻略して義武を追い落とします。義武は逃げ出すものの、やがて流浪の生活に疲れてしまい、甥の義重が示した和睦案を承諾しました。ところが和睦を済ませた義武が戻る途中、なんと護衛役として同行していた道雪が軍勢で取り囲み、義武を自害させたのです。あくまで道雪の独断だったのでしょうが、獅子心中の虫は大友一族であろうが潰すべきだと考えたのでしょう。主君に厳しい諫言を繰り返す。道雪が主家を思う気持ちは誰よりも強く、それゆえに主君義重に対しても厳しく諫言を繰り返したといいます。義重は若い頃から粗暴で奔放な性格だったとされており、
家督を継いでからも行状が改まることはありません。ところが道節がいくら還元しても聞く耳を持たないどころか、しまいには顔を合わせることさえ避ける始末。そこで道節は考えました。義重と違って堅物な道節でしたが、踊り子たちを集めて回せ、それを見ながら酒を飲むようになったのです。その噂を聞いた義重は、あの道節が一体どうしたのだと懸念に感じました。そして確かめるべく道節の屋敷を訪れたのです。出迎えた道節は主君の来訪を喜び、流行りの踊りを見せるなど義重を楽しませたといいます。場が大いに盛り上がった頃を見計らい、道節は居住まいを正して主君に向き直りました。そして義重に日頃の行いを還元したのです。酒宴は確かに楽しいものではございますが、それも家中が平穏無事でいられるからこそ。しかし大友の周囲を見渡せば、毛利や秋月などの敵ばかり。主君が主食に溺れているようでは、この国の政事は立ち行きません。どうか家臣たちの声に耳を傾け、日頃の行状を改めていただきたいのです。道節の涙ながらの還元に義重も心を動かされました。そして翌日になると、家臣の前に出てきてきちんと政務をこなすようになったそうです。やがて義重は宗麟と名を改め、有能な大友家臣団は毛利氏、ついで龍造寺氏との戦いに臨んでいきました。しかし1578年に起こった耳川の戦いで、大友軍は無残な敗北を喫します。この時道節は北九州方面を担当していたため参加はしていませんが、道節や高橋常雲らの活躍によって、大友氏はなんとか勢力を保っていたのです。優勝のもとに弱卒なし。道節や常雲らは主に筑前、筑後を拠点として戦っていました。勢いを増してきた龍造寺氏をはじめ、秋月、原田、宗像といった豪族たちに対抗するためです。道節自身は自らが大将となった戦いでは生涯負けることがなかったとされており、その活躍ぶりはまさに鬼道節と呼ぶにふさわしいものでした。道節は常々言っていたそうです。優勝のもとに弱卒なしと。優れた士気のもとでは弱卒も強兵になるし、もし弱卒がいるとすれば、それは全て大将の責任なのです。だからこそ道節は家臣に対して分け隔てなく平等に接しました。戦いで手柄のない者にまで声をかけるほどで、こたびは手柄を上げる機会がなかったが、お前が弱くないことはちゃんと知っておる、その方ならきっと太鼓を上げられようと言ったそうです。激励された者は次の合戦には必ず手柄を上げたとも。またこのようなこともありました。若い家臣が来客の前で粗相をした時、道節はそれを責めなかっただけでなく、槍で敵と戦う真似をしてそのものを褒めたそうです。この家臣は少々行儀が悪くあるものの、戦働きでは右に出るものはござらぬ。粗相をした家臣は涙を流し、道節のためなら命を捨ててもいいと思い、懸命に忠勤に励みました。そんな道節ですから、付き従う家臣たちも命を惜しまず働きます。60を超えて腰に乗りつつ指揮を取る道節でしたが、その息はなお盛んでした。100人ばかりの若い家臣たちに周りを固めさせ、敵の間近に迫ると棒で腰の縁を叩きながら、えいとうえいとうと音頭を取りつつ敵陣に突っ込んだのだとか。また兵たちが弱腰になっていると、わしを腰ごと敵陣に置いていくがいい、命が惜しい者はその場で逃げるがよかろうと叱咤したといいます。道節は自らの背中を見せることで、兵たちを勇猛な士卒へと変えていったのです。兵を強くするには家臣との絆が大切だということを道節は誰より知っていたのでしょう。1585年、
長年にわたって大友氏を支えてきた道雪は亡くなります。73歳でした。ちょうど柳川城を攻めている最中でしたが、わしが死んだら遺体に甲冑を着せて柳川へ向けて埋めろ、さもなくば我が魂はたたりをなさんと遺言したといいます。しかし遺骸をそのまま埋めるわけにもいきません。家臣の由布惟信は、もしたたりがあるのならわし一人が甘んじて受けようと言ったため、道雪の亡骸は橘の地へと戻っていったそうです。大友勢が退却する際、敵もその死を悼んで攻撃を控え撤退を見送ったと伝えられています。まとめ、大友氏を見放すことなく忠節を誓い勇敢に戦った橘道雪ですが、何よりその行動原理となったものは主家への愛に他なりません。大友なくして自らの存在はないと捉えるあたり、江戸時代における武士の姿を彷彿とさせます。とはいえ、道雪の逸話の数々は定山奇談など後世に記された書物にあるため、多少の脚色が入っていることは否めません。しかしそれを差し引いても、道雪が大友を思う気持ちは伝わってくるのです。高橋常雲ともども主家に忠誠を尽くした道雪の存在は、今でも人々の胸を熱くさせていますね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。